こんばんは。こんばんは。今季初のダオキン T シャツ第1弾発売します。はい、カモフラージュダオキン T シャツ。ちょっと迷彩っぽいような、この茶色系とこのホワイト系カモフラージュ、これ素材結構ね、そうですね、サラサラしてて夏涼しい感じの、はい、これを着てほふく前進でもしてもらえればそれっぽくなりますので、ぜひご予約ください。お願いします。質問いいですか？突然。突然質問いいですよ。ゴルフパートナープロアマ、ああ予選落ちたね。見事に落ちました。兄貴のせいで。はい、兄貴の貢献度ゼロで。貢献度、いやちょっとあったっすよ。最後の3ホールだけ。最初の15ホールはあの妹任せ。妹任せだし、なんかほぼ俺いなかったんじゃないか。見たよその動画。なんか7金ちゃんちょっと切れてたもんね。めっちゃ怖いっす。でしょ、妹めっちゃ怖いっす。うん、まあでもしょうがないね。しょうがないっすね。次に行かしましょうってことで。はい。でまあ、よくあることだと思うんですけど、うん、まあ、練習場いいのに、うん、コースがダメ。まあそれはもう、まあ、ほとんどの人じゃないですか。もうそれって永遠のテーマなんじゃないの。コースと練習場のスイングが変わってしまう、まあ、スイングというかその結果が変わってしまうっていうのはもう永遠のテーマです。はい、だってあのタイガーとかだってさ、練習場だともうアイアンもう10発打って10発同じ方がいますよ、見てたら。まあ、そうですよね。でもコース行ったら手離したりするんじゃん。はい、やっぱり練習場の方があの絶対精度は高いと、はい、誰でもね、はい、だから僕らは来るって当然だし、小関君なんかは来るって当然です。はい、だから僕は練習場のスイング結果が100点だとしたら、コースは70点ぐらいになればもう最高なんじゃないかって思ってて、はい、でもそれが70点までもいかない、行ってないと思うんですよ。そうです、アマチュアの方って、はい、多分本当に40点ぐらいの結果になっちゃうんじゃないかなっていう、うん、なんか練習場でこれいいなって思った球がコースで1球出れば丸みたいな感覚ですね。そうだね、それパートナーの時もそうなったんでしょ。うん、そうですね、練習場でそこそこいいショット打ってたもんね。まずまずでした。そしたら迷惑かけっぱなし。迷惑かけっぱなしです。左行ったんですか。はい、得意の左ですね。得意の左、得意のスライダー打った。得意のスライダー打った。これはね、これはね、はい、僕はもちろん自分で研究したことあって、アマチュアの方、僕らもそう、タイガークラスのもう超ド級のトッププロもそうです。僕の研究結果2つあります。はい、1つは間違いなくですよ、はい、練習場よりもコースの方が左肩の捻転が浅くなります。はい、自分で同じぐらい入れてるつもりでも、まあ、練習場ここだとしたら試合コースとか試合、まあ、試合も当然そうだけどこのぐらいになります。はい、要は打ち急ぎとか焦り、はい、緊張がそうさせてるんです。はい、もうそれはね、自分で同じところに行ってるつもりでも間違いなく浅くなってます、これぐらい。はい、それはやっぱり早く結果を見たいとか、うん、もう焦ってるとか緊張、いい球打たなきゃみたいな、まあ、いろんなメンタリティーなものがそうさせてます。それは一つ。はい、でもう一個は、まあ、これ同じようなことになるんだけど、トップでの間、はい、まあはい、がなくなります、誰でも。まあ、理由は同じです。はい、確かに待ててないなって感じはしましたね。うん、僕もあるんですよ。よく撮影とか収録あるじゃないですか。はい、収録のスイングとか見てると練習よりも明らかに切り返し早いんですよ。でドラコンの試合の時もそうなんですよ。お、明らかに練習してる時よりも早くなるんですよ。だからみんなそうなんですよ。だから大きな理由は捻転不足、練習場よりもちょっと浅くなるから、まあこういう球になる。はいはいはい、練習場と同じぐらい入れてるつもりでも練習場よりも浅くなるわけだから、はい、練習場よりも深く入れようと思って練習場と同じぐらいになるんですよ。はい、だから1割ぐらい、1割深く入れるぐらいの、入れるぐらいで練習場ぐらいになるんですよ。だからこう練習場これぐらいだな、だってもうコースこれぐらいになっちゃうなと思ったらこれぐらい入れるつもり、はい、で練習場ぐらいです。うん、っていうのが一つ、はい、と間ですよね、上の、はい、練習場で多分 0.5 秒ぐらいの切り返しの間だとしたら、はい、
コースは 0.3 秒ぐらいになるんですよ、はい、だから 0.7 秒とか下手したら1秒ぐらい止まるぐらいのつもりでちょうど練習場ぐらいの 0.5 秒ぐらいになるわけですよ、はい、だ練習場が例えばいつもこれぐらいだとしたらコースはこれぐらいになるから、はいはいはい、またまっすぐ行ったけど、はい、今練習場だから早くしてもまっすぐ行ったんですよ、はい、練習場が 0.5 秒だったらコースは 0.7 秒とか1秒ぐらい止まるつもりでやっと練習場の 0.5 秒ぐらいになるんで、そうだな、これぐらい、はい、なかなか上で止まるの難しいから、なので気をつけることはもうこのトップのところなんですよ、はい、捻転を1割、はい、でトップ間を1割長く、はい、だからまあ考えるところ一箇所から簡単じゃ簡単だよね。そうですね。じゃあ捻転を多くすればまあ結果的にトップも待てるかもしれないってことですね。そう。でも緊張してるからさ、コースなんて、はい、特にスタートなんてさ、はい、もうこの心拍数の速さがテンポ速くさせるわけだからさ、はい、そこでゆっくり止めるってのはね、めちゃくちゃ気持ち悪いんですよ。はい、早く打ちたいのにこのゆとりを持てって言われるほど辛いもんないんですよ。何でも早くなんじゃん、焦ると。うんうん、だから深くして止まる、まあ簡単に言うと松山英樹選手になりましょうっていうことかな、ね、彼はちょっとそれ早めてるけどね今ね、はい、あんなよう止まれるなと思って。じゃあちょっと前の松山英樹プロの真似をするっていうイメージです。あんな緊迫した状態でさ、あんなよう止まれるなと思って改めてすげえと思う、そう考えると。しかもめちゃくちゃ年齢してからね、はい、やってみようかな。お願いします。ナイスショットです。辛い。あ、辛いです。辛い。まあ捻転力そんなに彼ほどないんで、でも今ぐらいでコースでやんないと、はい、多分練習場のスイングにならない。的を深さの練習、はい、慣れてくるとだんだんいいと思うんですよ。そうするといい感じで打てるんじゃないかっていう僕の研究結果と推測です。じゃあ、 朝の練習なんかもそこを意識した方がいいってことですね。もうスイングなんか変えられないから。僕はそう思いますね。ただやっぱりそこで出てくるのがやっぱりオタワーキンスティックで、はい、重いから、はい、このエンド持てば重いんでゆっくりコースの1分ぐらい止まってないんですよ、こうやって。きついですね。で、はい、であればこの間と捻転というのが同時に得られるんじゃないかと思いますね。ということで練習場で結構いいのにコース行ったらもうボロボロになるっていう方、はい、私です。あとは前半30代で回ったのに後半緊張して48叩いたみたいな人は全部そういうことだから、はい、あ、まあ、確かにバーディー取った次のホールとかも、うん、そう、それはトップで起きています。だから事件はここで起きてるんですよ。事件はトップで起きてるんですよ、はい、決してスイングで起きてるわけじゃないという。あ、スイングが悪くなってるわけじゃない。そう、はい、だから踊る大捜査線の織田裕二さんの名言で言うと、事件は会議室で起きてんじゃねえ、現場で起きてんだっていうことなんで、はい、事件は会議室で起きてんじゃない、現場で起きてんだ。これが現場です。現場、うん、これ現場、はいはい、スイングが会議室なんで、だからこの現場で起きているこの2つの事件をしっかり解決して、平和な街づくりに貢献しましょうということですね。だから、はい、突然ドラマで。そうそうそう、はい、ではまた撮りましょうね。はい、またお願いします。はい、ありがとうございました。